演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマートのキャラメル商品5品を食べたいと思います。まず1つ目キャラメルラテ、2つ目ミルクアイスキャラメルラテ、自家製キャラメルのブルーレジタテバウム、森永ミルクふわふわシフォン、そしてキャルクルミルクくるくるミルクゲカラメルパンです。これ1号が1つ目、うち3つは森永コラボ商品なんですね。どれも甘くて苦そうだ。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずこちらのふわふわシフォンから食べていこうと思います。これだけ中身見られますね。ちょっとコンビニシフォンなのに周囲に包まれているビッグサイズ、やっぱりお客様ですから、ちょっと時間かかりますね。すぐにあとボロボロ落ちる。それでは中をキャラメルっぽいって入ってますね。ではいただきます。キャラメルふわふわシフォンは本当にふわっとした生地の中にキャラメルホイップクリームが入っていて、その甘みを口の中にふわっと感じることが美味しかったです。いかがですね、粉粉がボロボロして食べづらかったのが残念でしたね。というわけでこちらの定食先に2つ目に食べたこちらくるくるミルクレープは、噛んだ瞬間にミルクレープのふんわりもっちりとした食感の生地と中から来るキャラメルクリームの甘さが口の中にふくみょり溶け合っていきました。食感とともにキャラメルを味わうことができて美味しかったです。こちらの点数の差し入れ。そして次の自家製キャラメルのブリュレ仕立てバウム。これは今まで2つは甘かったんですけど、これはどちらかというと苦味の強いクリームキャラメルでしたね。なので最初に苦味がきてジャリッとしていて、後からプリン風味のクリームが来る、そんな感じでした。なので交際前の2つは甘さを楽しむ、こちらは苦さを感じるキャラメルといった感じでしたね。あまり甘すぎるのがという方におすすめなので、こちらも検索させていただきます。そして最後に飲んだこちらの2種類のキャラメルラテは、まあ、こちらはホットでこっちがアイスなんです。どちらもこのキャラメルソースを入れて飲むので森永ミルクキャラメルの甘さを感じることができましたが、どちらかというとホットの方がやっぱり氷を薄まらない分よりキャラメルの甘さを感じることができました。なのでキャラメルを感じながらホットの方をお勧めします。もちろんアイスの方なんですよ、ある程度は感じられました。やっぱりホットに比べると落ちるかなということで、アイスをこちら、ホットをこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。